ゴール・マクナルティによるワルターソーンの1805年頃の楽器の復元楽器フォルテピアノは18世紀から19世紀前半の様式のピアノを20世紀以降のピアノと区別する際に用いられる故障である。これに対して現代のピアノを特に指す場合はモダンピアノという呼称が用いられる。ピアノという楽器の名称はイタリア語のグラビスモバロ・コルピアノ E フォルテ もしくはその類似表現の省略型に由来している。したがって、現代のピアノのより正式な名称も、ピアノフォルテあるいは、フォルテピアノであるが、19世紀前半以前の様式のピアノをモダンピアノと区別して特定する必要があるときに、古風なフォルテピアノという用語が慣例的に用いられている。英語圏、イタリア語圏、日本語圏などでは、フォルテピアノが用いられるほか、 フランス語圏では、ホルテピアノ及び、ピアノフォルテ、ドイツ語圏では、ハンマークラビーヤ及び、ハンマーフリューゲルが用いられる。また、ロシア語やポーランド語など、スラブ語圏では現代ピアノのことを、ホルテピアノと表記するため注意が必要である。ポーランド語の場合、歴史的ホルテピアノといった表現がされる。ホルテピアノは、川で覆われたハンマーを持ち、 チェンバロに近い細い弦が貼られている。ケースはモダンピアノよりかなり軽く、金属のフレームや支柱はモダンピアノに近づいた後期のものを除いては使用されていない。アクション、ハンマーは共に軽く、モダンピアノよりも軽いタッチで持ち上がり、優れた楽器では反応が極めて良い。音域は発明当初はおよそ4オクターブであり、徐々に拡大した。 モーツァルトの作曲したピアノ曲は約5オクターブの楽器のために書かれている。ベートーベンのピアノ曲は当時の音域の全像を反映しており、最末期のピアノ曲は約6オクターブの楽器のために書かれている。モダンピアノと似たペダル機構はホルテピアノの発明当初より存在したが、足ペダルではなくハンドレバーや膝レバーを備えた楽器もある。モダンピアノと同様、 ホルテピアノは奏者のタッチによって音の強弱に変化をつけることができる。しかし音の響きはモダンピアノとかなり異なり、より軽快で持続は短い。また音域ごとにかなり異なる音色を持つ場合が多く、大まかに言って低音域は優雅でかすかにうなるような音色なのに対し、高音域ではきらめくような音色、中音域ではより丸い音色である。 これに対し現代のピアノは音域ごとにそれほど大きく、違いがないような楽器が多い。しかし、20世紀の中頃までは、多くのピアノメーカーが独自のモダンピアノを制作しており、ホルテピアノと同じく音域ごとに異なった響きを想定していたと思われるメーカーも多数あった。第二次世界大戦の際に多くのピアノ工場が消失し、 音色の確一化が推し進められたと考えられている。1720年生、現存する最古のピアノ1722年生のピアノ1726年生のピアノ現在、ホルテピアノと呼ばれる楽器は、1700年頃にフィレンツェにて、チェンバロ制作家のバルトロメオ・クリストフォーリによって、考案された。クリストフォーリは1720年代までこの楽器の開発を続けた。

今本土ディシプレスセンザローザ。他の資料として、フェデリゴ・メッコリが、ジョゼフ・ホツァルディーノの、ハルモニア協定の余白に記した記述がある。メッコリは次のように記している。これらの方法によって、アーピシンバロ・デルピアの、イーホルテを演奏することができる。最も高貴なるフェルディナンド・トスカーナ大公子伝家の、チェンバロ制作家、パドバのバルトロメオ・クリストファニ氏によって1700年に、 発明された。クリストフォリの楽器は、優れたアクションで強高く評価されており、ある面では、後の楽器の多くよりも巧妙で優れた機構を持っている。また、ハンマーの打撃に耐えるためには弦に十分な張力が必要であるが、クリストフォリの楽器は、同時代のチェンバロよりも頑丈な構造を持ち、より太い弦が高い張力で張られている。弦は全音域で一音に2弦ずつ張られ、 あとのあらゆるピアノと同様ハンマーが複数の弦を同時に叩くようになっている。さらにクリストフォリの楽器には現代のピアノのソフトペダルに相当する機構も備わっている。ソフトペダルはハンマーが叩く弦の数を減らすようにする機構でクリストフォリの楽器ではハンドストップを使用している。ただしモダンピアノのソフトペダルがクリストフォリの発明の直径なのか 独立に発明されたのかは明らかでない。クリストフォリのハンマーアクション機構、クリストフォリの楽器は、1711年に、フランチェスコ・スキピオーネによるベネツィアのジョーナレイで、レタラティ・ディ・イタリア掲載記事によって有名になった。この記事には、クリストフォリの発明の要である、アクションの図解も掲載されていた。1719年には、スキピオーネの著書に再録され、 さらにヨハン・マッテゾンの音楽評論にドイツ語の翻訳が収められた。おそらくこのマッテゾンの書を通じてドイツ語圏にホルテピアノが普及していく。クリストフォリの楽器の普及は当初はかなりゆっくりであった。これはチェンバロよりも制作が難しく極めて高価であったためと推測されている。しばらくの間、ホルテピアノは王族の楽器であり、 クリストフォーリ制作やクリストフォーリ風の楽器は、ポルトガルやスペインの宮廷で演奏されていた。ドメニコ・スカルラッティの弟子でもあったスペイン王妃バルバラで、ブラガンサは、数代のフォルテピアノを所有していたことで知られており、スカルラッティ本人もフォルテピアノを演奏していた、可能性がある。個人で、フォルテピアノを所有した、最初期の人物には、カストラートのファリネッリがいるが、 ファリネッリの楽器はバルバラの死後譲り受けたものであった。特にホルテピアノのために書かれた最初の楽曲ロドビコ・ジュスティーニのツインバロディピアノのためのソナタが書かれたのもこの時期である。この作曲は単発的なものであり、ジェームス・パラキラスはジュスティーニの王族のパトロンたちはこのような楽曲の出版はジュスティーニにとって名誉となると考えていたと推測している。 楽器が高根の花であるうちは、ホルテピアノのための楽曲の市場はなかったと考えられる。ホルテピアノが本格的に人気を得るのは1760年代になってからであったようだ。この時期から講習の前での演奏の記録があり、ホルテピアノのためと記された楽曲の出版も幅広く行われるようになった。 強い音と弱い音を交互に出すことを作曲家が楽譜で頻繁に指示することも目立って増えてくる。ドイツ語圏でのフォルテピアノの制作を始めたのはゴットフリート・ジルバーマンであった。ジルバーマンはドイツのフライベルクで活動しており、1730年頃よりクリストフォリの設計に基づいてピアノの制作を始めた。クリストフォリが王室の保護を受けていたのと同様、 ジルバーマンもプロイセンのフリードリヒ大王の庇護を受け、フリードリヒはジルバーマンの楽器を数多く購入した。ヨハンゼバスティアン・バッハが1736年頃に行ったジルバーマンの楽器の批判は著名であるが、後の1747年にベルリン訪問中に触れたジルバーマンのピアノはバッハにも評価されたようである。パラキラスの説によれば、 ジルバーマンの楽器の向上はスキピオーネの記事だけに頼っていたのを実際にクリストフォリのピアノに接する機会を得たことによるものであった。スキピオーネの記事の図解は現存するクリストフォリピアノと一致しないがこれはスキピオーネが間違ったものかクリストフォリがスキピオーネの記事後にアクションを改良したものと考えられる。ジルバーマンの功績とみなされているものに ダンパーペダルの原型の発明がある。ダンパーペダルはすべての弦から一度にダンパーを取り払う機構で、これにより全弦が自由に振動する。ジルバーマンが開発したのはハンドストップであり、演奏を中断しないと操作できないものであった。古典派の時代を通じて、膝レバーやペダルによる操作機構が備えられたが、すべてのダンパーを上げるのは主にその音色を特別に、 利用するためであった。ジルバーマンの後に続いたピアノ制作家たちは、クリストフォリのアクションよりも簡潔な構造のアクションを開発し、ついにはエスケープメントすら書アクションまで開発した。このような楽器は批判の対象となったが、制作が容易で、スクエアピアノに多く用いられた。シュタインジルバーマン後の時期の最も重要な制作家の一人に、その弟子でドイツのアウクスブルクで活動した。 ヨハン・アンドレアス・シュタインがいる。シュタインのフォルテピアノのアクションは、従来の突き上げ式に対し、跳ね上げ式と呼ばれる。突き上げ式との最大の違いは、ハンマー構造体そのものが鍵盤上に乗っていることで、ハンマーヘッドは奏者側に来る。奏者が鍵盤を押すと、ハンマー視点を基準に、ハンマーヘッドから反対側にあるビークと呼ばれる鳥のくちばし状の突起が、 鍵盤後方にあるエスケープメント機構に引っかかることによりハンマーが打減する。B イクはエスケープメントに軽く接しているだけなので跳ね上がる角度により簡単に外れる構造になっている。なお、下記の構造模型にはエスケープメントから外れたハンマーヘッドを一時的に保持するチェック機構があるが、オリジナルのシュタインのピアノにはこの構造はなく。 後日アントン・ワルターにより加えられたものと考えられている。この打鍵方式は、その後ウィーンで19世紀半ばに至るまで広く用いられたところから、今日一般にウィーンアクションと呼ばれる。ウィーンアクションは、クリストフォーリアクションよりも簡単な構造を持ち、奏者のタッチに極めて敏感に反応する。エドウィン・リッピンによれば、ウィーン式のフォルテピアノの打鍵に必要な力は、 モダンピアノの半分、押し続けるのに必要な力は4分の1に過ぎないという。このことから、ウィーン式のフォルテピアノの演奏には、現代のモダンピアノの名手のような運動能力よりも、微妙なタッチのコントロールが要求される。シュタインは楽器に使用する木材を極めて、過酷な環境にさらす工程を置き、これによって木材に入った日々にくを打ち込んで埋めた。このことにより、 シュタインピアノは長い寿命を得ることができ、このことについてはモーツァルトも言及しているほか、今日残存している楽器も複数ある。シュタインによるハンマーアクションの構造模型、浜松楽器博物館で撮影。シュタインのピアノ製作業は、娘のナネッテ・シュトライヒャーとその夫、ヨハン・アンドレアス・シュトライヒャーによって、ウィーンで続けられ、成功を収めた。シュトライヒャー夫婦は、 ベートーベンの友人で、ベートーベンも、シュトライヒャーピアノを所有していた。シュトライヒャーの工房は、その後に世代にわたって続いた。音域は、ナネッテ・シュトライヒャーの時代に6オクターブ、そして6オクターブ半へと拡大した。ヨハン・バプティスト・シュトライヒャーの時代にはさらに音域を拡大し、金属製フレームを導入。 イギリス式とビン式アクションを設置させた独自のアングロジャーマンアクションを開発した。ウィーン、美術史美術館楽器部門に展示されている1868年製の楽器はアメリカから伝来した交差源の構造を採用している。その他の製作家も一人の重要なウィーンスクールの製作家はアントン・ワルターである。ワルターはモーツァルトの友人で、 シュタインの楽器よりもやや力強い音の楽器を制作した。前述の1777年の手紙に見えるように、モーツァルトはシュタインのピアノを極めて高く評価していたが、本人の所有ピアノはワルターのものであった。シュタインとワルターの楽器は、今日の新しいフォルテピアノの制作におけるモデル楽器として広く利用されている。アンドレアス・シュタインやバルターより、 あとの6オクターブ半の楽器の時代のまた一人の重要な制作家にコンラートグラーフがいる。グラーフはベートーベンの最後のピアノの制作家でウィーンで最初にピアノの大量生産を大規模な事業として行った人物の一人である。ヨーゼフ・ブロートマンも知られる。ブロードマンのピアノはウェーバーなどが使用した。当時は100件以上のピアノ制作工房がウィーンにはあったとされるが、 現在まで続いているのは、ヨーゼフ・ブロートマンの弟子のイグナーツ・ベーゼンドルファーの、ベーゼンドルファー社のみである。その他、ミヒャエル・ローゼンベルガーや、ヨハン・フリッツなども知られる。また、ウィーン以外のメーカーでもウィーン式アクションの楽器が制作されており、ショッパンがワルシャワ時代に使用したブッフ・ホルツ製フォルテピアノは、ウィーン式であったと推測されている。なお、ブッフ・ホルツは、 イギリス式の楽器も制作していたとされる。ツンペツンペのシングルスクエアピアノのアクション概念図。1鍵、2ジャック、3リアガイド、4ハンマー、5ジャック、6ダンパー、7ダンパースプリングイギリスのフォルテピアノ制作はヨハン・クリストフツンペに始まる。ツンペはドイツから移って著名なチェンバロ制作カバーカット主義の工房でしばらく働いた後、 1760年代の半ばから末にかけて安価なスクエアピアノの生産を始めた。ツンペのスクエアピアノはエスケープメントのない極めて簡単なアクションを持っていた。フォルテピアノの技術的発展という点ではほとんど功績はないものの、ツンペの楽器は極めて人気が高くイングランドの外でも模倣され、またフォルテピアノがチェンバロにとって変わるのに大きく貢献した。 このようなスクエアピアノはまた、ヨハン・クリスティアン・バッハを代表とする1760年代のピアノによる公開演奏に主に用いられた楽器であった。バッカース、ブロードウッド、ストッタード・アメリクス・バッカースは、シュディの工房の職人であった、ジョン・ブロードウッドとロバート・ストッタードと共に、ツンペのアクションよりも改良されたアクションを作り出した。イングリッシュグランドアクションと呼ばれる。 このアクションはエスケープメントとチェックを持ち、ビーンアクションよりも大きく、しっかりとした響きを実現した代わりにより深いタッチを必要とし、反応が相対的に鈍い。これらの制作家の手になる初期のイギリスの初期のグランドピアノは、外見はシュディのチェンバロに似てどっしりとしており、優雅で派手さを抑えた化粧割りで飾られている。同時代のウィーンスクールの楽器と異なり、 イギリスのグランドフォルテピアノは一音三弦を張っていた。ブロードウッド・ジョン・ブロードウッドは、親方の娘と1769年に結婚し、最終的には、主義の工房を継いで、ブロードウッド社と改名した。ブロードウッド社は、フォルテピアノの発展に大きく貢献し、今日も続いている。ウィーンのベートーベンに6オクターブのフォルテピアノを送り、 ベートーベンもこの楽器を愛用したようである。この楽器は現在本のベートーベンハウスにグラーフの楽器と共に保管されている。1820年代後半にはいち早く金属製補強フレームを導入した楽器を制作した。エラールなどフランスのメーカーストラスブール出身のチェンバロ制作者のセバスティアン・エラールはホルテピアノの発展に大きく貢献した。エラールの楽器は イギリス式アクションである。ビーンのハイドンやベートーベンもエラールの楽器をビーン式、ホルテピアノと共に一時使用していた。鍵盤が元に戻らなくてもサイダができるダブルエスケープメント機構は晩年のセバスティアン・エラールが開発したものである。セバスティアンの死後も会社は続き、エラールのホルテピアノは19世紀中頃にはリストやショパンの時代のパリで活躍した。 20世紀が間近になって他のメーカーが交差弦の一体フレームに置き換わる中、エラールは組鉄骨フレーム平行弦の楽器を制作し続けた。プレールも重要なメーカーである。ショパンが愛用したことで有名で、楽器はイギリス式アクションであるが、イグナツ・プレールがもともとビーン古典派の作曲家であるからか、ビーンの影響もあり、エラールとは、 設計思想が異なるとされる。モダンピアノへの変化、20世紀後半の最高フォルテピアノは大幅な技術革新を続け現代のピアノへと変化していった。19世紀後半には語学復興の先駆者であるアーノルド・ドルメッチが3代のフォルテピアノを制作している。しかし、彼のフォルテピアノ最高の試みは当時としては異質であり、広い普及にはつながらなかった。 20世紀も後半になって、古学復興運動の中で、チェンバロの再興にやや遅れて、ホルテピアノの本格的な再興も始まった。今日も、盛んに古いホルテピアノの修復や、古い楽器をモデルとした新しい楽器の制作が行われている。現代の代表的な制作家には、フィリップ・ベルト、ポール・マクナルティ、ロドニー・レジエなどが挙げられる。また、チェンバロ同様、 専門家によるキットからの制作も行われている。ホルテピアノの再興により、18世紀から19世紀初期の音楽を当時の様式の楽器で演奏する活動も盛んとなり、音楽の解釈にも影響を与えている。より多くの音楽学校でホルテピアノを修部コースが開設されている。ブルージュの古学コンクールやワルシャワのショッパン研究所が主催する。 ショパン国際ピリオド楽器コンクールなど、いくつかのホルテピアノコンクールがある。現代における、ホルテピアノ専門家多くの現代のチェンバロ奏者や、ピアノ奏者が、ホルテピアノの演奏も行っている。優れた、ホルテピアノ演奏を行う音楽家として、パウル・バ・ドゥラスコダ、トゥルー・デリーズ、レオンハルト、マルコム・ビルソン、イエルク・デームス、グスタフ・レオンハルト、トレバー・ピノック、 ピーター・ゼルキン、アンドレアス・シュタイヤー、ヨスファン・イン・マゼール、アンドラー・シュシフ、クリスティアン・ベザイデン・ホート、ロナルド・ブラウティハム、アレクセイ・リビモフ、ラベック・シマイ、シェン・ユエン、ゲイリー・クーパー、リチャード・エガー、リチャード・フラー、ロバート・ヒル、ジョフリー・ランカスター、ウラジー・ミル・フェリッツマン、ロバート・レビン、スティーブ・ン・ルービン、バート・バン・オート、ビビビアナ・ソフ・ロニツキー、メルビン・タン、オルガ・パシチェンコが挙げられる。 ありがとうございます。